にちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の料理は地元の野菜と市販の野菜ジュースを使ったお野菜たっぷりのカレーライスです。今回教えてくださるのは福島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして器はこちらになります、阿蘇市西小園にあります、三島園さんから器をお借りしました、三島園さんのご紹介は番組の最後にも載せておりますのでぜひご覧ください。さあ福島さん、今日は野菜たっぷり、はい、ということでいろんなお野菜がありますね。こちらがもう阿蘇のものになるんですね、はい、地元の野菜になります、はい、では早速作り方をお願いします、はい、じゃあこうオリーブにニンニクの香りをこう移して、はい、でそこにはい、じゃあ入れます。これはちょっとお酒につけておきました。また玉ねぎのみじん切りも飴色になるまで炒めます、うん、はい、こんなに甘色になるまで炒めるととても美味しいです。これが市販の野菜ジュースです、はい、野菜ジュースを入れます、うん、これがちょっと今回の違うところです、うん、ガラスープです。このまんま、はい、15分ばかり炊きます、はい、じゃあ湯を入れます。そうしてまた15分くらい炊きます、うんうん、今煮込んでいる間にお野菜を切ります。で600ワットで3分ぐらいでいいと思います。はい、はい、これから結構な均等です。地元のお野菜もたっぷり入っています、はい、では、いただきます、はい、いただきます。と野菜ジュースのルーが気になるのでここからいただきます。いただきます。うん、味わいがね深い。わあ、よかった、うん、本当に結構いろんな味がね、野菜がこう豊かな風味を、お肉も、はい、いただきます。ちょっとこのままでよいしょ、まあ、しっかり長く炊いた方がですね、うん、外れがいいんだけど、うん、こっちも美味しいです。しっかりねニンニクで炒めてるから香ばしい風味も移ってるし、とても美味しいです。ぜひ作ってみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市西小園にある三島園は阿蘇坊窯の山下太さんと桜心窯の山下千穂さん夫婦が新しく構えた工房展示場です。阿蘇特有の赤土や火山灰を使用した力強い作品から普段の食卓に使いやすい白磁の器など様々な表情の作品が並んでいます。